自分ってアメリカと香港しか行ったことないから、だから結局何が言いたいかっていうと、アメリカっていうのは結構乾燥傾向っていうか、湿気が少ないんですよ。だからそこで木材によっても結構その取れる産地って変わるんだけど、アッシュ系は北米か南米かにもよるんだけど、そういうのあったりするんですよ。乾燥したところで生えてる木材とか、乾燥したところに保管された材っていうのは、より乾燥して良くなる傾向だと思うんですよね。あと作られた環境っていうか、自分がよく話す憶測としては、その場の環境を乾燥してた状態でそこで加工したりとかして、時間かかるわけじゃないですか。その時間がかかっている時に、乾燥した場にどんだけ長くいたかってことと、なおかつ塗装して乾燥度合いっていうのを閉じ込めちゃうから、結局この現地で作ったより良い良い環境、良い環境をそのまま内部に閉じ込めてくれるんですよ。塗装することで。もちろん塗装も完璧なもんじゃないですけど、塗装で保護プラス、その塗装を上から吹き付けて全体をコーティングすることで乾燥具合っていうのを守ってるんです。その環境で良い乾燥具合が出せる、その環境を維持したまま楽器になるっていう。だから逆に日本は湿気が多くて、こうして加工してる時の木材の時にも湿気がガンガン当たって、湿気を逆に吸って音が良くない状態になって、プラス塗装者の湿気で音良くないっていう状態をここで閉じ込めちゃった状態で完成するから、だから音が良くない、ね、多いんじゃないかなって考えてますけどね。だからそれはあくまで憶測だけど、ただいろんな楽器を触ってそう思うんですけど、自分は、まあ、あながち間違いじゃないかなって思います。まあ、データ結構自分がたくさん触ったデータがある上での話なので、あくまで憶測と言っときますけど、正しい判断なんじゃないかなって思って、おそらくね、どこで作るかって、結構音がいい楽器ってのはどこで作るかってことと、